最終アップデート後の体験装備を7つ提案します。装備は目的や自身のプレイスキルに合う構成を選んでやらないと本当の進化は発揮できません。最強の装備なんてないんです。本動画にて自身に合う装備を見つけることができれば強力なモンスターでも楽に狩れるようになります。これまで当チャンネルはライズから190本以上の体験の攻略動画を投稿してきた攻略特化型チャンネルです。体験に関するお役立ち動画で溢れているので体験が好きな方はチャンネル登録することを強くお勧めいたします。今まで数多の体験装備のまとめ動画を作ってきましたがアップデートも終わったのでもうまとめ動画もこれが最後かもしれませんね。なので錬成難易度もかなり高いのでゆっくりと時間をかけて作ってみてください。ちょっと錬成の難易度がきつすぎるって方は前回のまとめ動画を参考にするといいと思います。最終アップデートで生じた変化は、主に血気覚醒が追加されたことと強力な原初メルゼナの防具を採用できるようになったことぐらいなのでそこまで現環境から劇的な変化は起きてません。それではまずは体験の装備を組む際の考え方について述べてから体験における重要な基礎知識を解説します。お守りや錬成はプレイヤーによって異なるので装備を組むための考え方を理解して自分でカスタマイズできることが重要です。その後プレイスキルと目的別の体験装備7000を提案してその装備で実践してみます。今回おすすめする7つの体験構成を縦軸をプレイヤーの実力、横軸を狩りの目的にして図にしてみました。初心者とは弱点に攻撃が当てるのが難しい方で熟練者とはタイムアタックをしているような方を想定しています。もしあなたが快適型の構成を選べば自身の体力をあまり気にせずに戦えますが火力が下がっていきます。こちらの表を見てどんな装備を選択すればいいのか参考にしてみてください。装備を作るとなると、どうしても火力スキルを盛ることに躍起になりがちですが本当にその火力スキル必要でしょうか。あなたの理想の狩りの実現のためには時には回復スキルや利便スキルを持った方が立ち回りが向上し結果的に与えるダメージが大きくなる可能性だってあります。あるいはその逆で一子火星多様スタイルなのに蓄積強化型の体験を担いで火力で損をしていたりしませんか。次は体験における重要な基礎知識です。最後のアップデートの変化を踏まえて体験の装備を組む上で大事なスキルとか推奨武器、五石、回錬成を解説していきます。ただし原則物理特化構成を前提に解説していきます。属性特化型の体験だとスキルの組み方が全く異なるからです。まずは推奨の武器からです。基本的にはアマツの体験かルナルガの体験の2択になります。使い分けとしては鉄柱主義を多用するならアマツ、そうでないならルナルガでいいです。理由としてはアマツ体験では鉄柱主義の最終的な物理ダメージが 1.1 倍もされるからです。一方のルナルガの体験だと蓄積時攻撃強化を採用するので最終的な物理ダメージに対して理論的には 1.06 倍かかるからです。え、 1.2 倍じゃないのって思うかもしれませんが、剣士だと状態異常値は3分の1の確率で蓄積するので、1プラス 0.2 かける3分の1で平均的には 1.06 倍になるっていうわけですね。そうすると、具体的にアマツとルナルガの蓄積で、どれくらい差がつくのって話ですが、ダメージはヒナーレリスナーおなじみの計算式 A×B プラス C×D で表せますが、どっちの乗算も D に当たります。つまり同じ火力スキルを積んだとしても 1.1÷1.06 で約 1.03 倍の差がつくってことですよね。両者の体験には攻撃力、スロット、会心率、あとは蓄積時攻撃強化の3つ分の差分がありますよね。ただこれらを総合すると、ルナルガの方が、4スロ1つ分ぐらいの優位性があるんですけど、これだけだと 1.03 倍の乗算の差を埋めることができません。A と B と C のスキルを考慮すると、最終的には約 5% から 6% 程度の差がつきます。なので上級者になれば一子火星の構えを多用する傾向があるので、プレイスキルが向上してきたらアマス体験に乗り換えていくといいでしょう。次に武器の回錬成はまずは回スロットは全て絶対に拡張しましょう。それだけでボーナスがかかって強力になります。回錬成の内容は原則攻撃に振って
もし100流装飾枠が1つしかないんであれば拡張しましょう。最終的な物理ダメージが 1.05 倍になる各種特攻系スキルが2スラですからね。ただしアマツの場合は回心率がマイナス 25% だと回心率を 70% にするのが難しいので 5% だけ回心に振ってやるのもありです。まあ、ただしそれ以上回心に振るのはお勧めしません。回避強化を含む武器の攻撃力は A に該当するので物理ダメージの源になります。なので後々スキルでは取り返せません。次は重要なスキルについてです。まずは表記錬成です。 D グループに属していて最大 1.3 倍の乗算がかかるっていうまさにぶっ壊れスキルです。カジバの 1.3 倍と数値自体は一緒ですが B グループなのでカジバよりはるかに強力です。また第5弾から防具の錬成で排出されるようになったのでカーナの防具は必須ではなくなりました。手数が出ない武器ほど恩恵が得られるので必ずレベルマックスの3にしたいです。まあ、納刀中にゲージが溜まって攻撃すればそのゲージを消費して物理属性ともに乗算がかかります。そして次に体験に限らず物理ダメージを上げるための必須なスキルがあってそれが弱点特攻超回心見切り攻撃です。回心補正は D で攻撃スキルの乗算は B で加算は C に属します。超回心が発生すれば物理ダメージが 1.4 倍になるので物理ダメージに特化している体験にとって非常に重要度が高いです。まあ、見切りは弱点特攻時の回心率が 100% 付近になるように調整すればいいです。ひなあられさん、回心率は 70% か 90%、どっちまで上げればいいですかってよく聞かれるんですが、まあ、ケースバイケースですね。ファイト猫2匹連れて、秘伝技も強化演奏であれば、まあ、70% でいいと思います。強化方向で回心率が 30% 上がりますからね。まあ、この場合だとクールタイムがあるのは冒頭くらいのもので以降はずっと強化方向が発動していることが多いです。まあ、ただ戦闘が長期になるとガルクを連れたり秘伝技がからくりくじだとクールタイムで強化方向がない期間が出てくると思うのでその場合は回心率を 90% ぐらいにしておくといいと思います。次は攻めの姿勢ですね。 B グループです。まあ、物理特化であれば入れ替え技のサブの青の書には一矢枷の構えと新ため切りとため切り連携を入れて蛍新ためを攻めの姿勢のタイミングで放てるようにした方がいいです。一矢枷でジャストガードが成功すると12秒間 1.15 倍 D グループに属する一矢枷の補正が 1.35 倍でかかるので非常に強力です。防御系のスキルでおすすめなのは気絶耐性と防御スキル精霊の加護です。気絶状態になってしまうとモンスターにやられてしまう確率がぐっと上がるので気絶を完全に防止できるレベル3にすることを強く推奨します。ただし一矢枷スタイルであればダメージをあまりもらわないので腕に自信がある方は削っても OK です。また昨今妨害を積むことが多いのでそこで防御力を減らしてしまうと非ダメージに1割ぐらい影響してくるので必要な方は防御スキルでケアしましょう。精霊の加護は発動率は 25% ですが最大でダメージを半減してくれるのでよく被弾する方は積むといいです。回復系のスキルでおすすめなのは広角の恩恵、回復速度、体力回復量アップ、血気です。体力が自動で最大まで回復する広角の恩恵は1スロの装飾品で付与できます。ただし福間共鳴や恐竜章で赤ゲージを常時発生させると効果を失うので注意が必要です。強化の場合は大丈夫なんですよね。そしてその体力回復速度を早めてくれる回復速度スキルやほとんどの体力回復効果に恩恵がある体力回復量アップスキルもあると安心です。まあ、血気は錬成や装飾品で付与できるのでレベル1だけでもつけてあげると V 破壊を攻撃するとダメージの 3% も回復するのでより安全になります。次リベンスキルでおすすめなのが集中×虫使い納刀術です。まあ、集中は月光山や一矢枷の構え中心に立ち回るのであればなくても OK です。まあ、ただし体験においてため技の威力が非常に高く重要な位置づけであるっていうこと自体は変わらないので、まあ、従来通り溜めて攻撃する立ち回りでは集中は3にしておくことを推奨します。まあ、特にマルチの時なんかは小樽新ためをいつでも使えるわけじゃないので重要度は高くなってきます。かけり虫使いは一矢枷の構えを多用するんであればかけり虫が3つないと非常に戦いづらいのでレベルマックスにしたいです。納刀術は体験使いであればもはや必須スキルですね。しかしカーナの胸を装備すれば自動的にレベルマックスになるので安心です。納刀術は被弾のリスクを抑えるだけじゃなくて攻撃のチャンスが増えるので実質火力スキルと言っていいでしょう。最後はよりプラスアルファとなるスキルでおすすめなのが龍気活性、福間共鳴、豪害、鬼火まとい、恐竜章です。
B グループの隆起活性は第5弾からお守りでも付与できるようになりました。錬成や装飾品だと付与が難しいので円環で指定することをお勧めします。体力 80% 以下で維持すれば最大攻撃力が 1.1 倍されて属性耐性が50になります。なので体力さえ維持することができれば状態異常を無視して高火力で殴りまくれるという優れものです。福間共鳴は青にしてやるとキュリアの数だけ攻撃力が上がり、また体力の赤ゲージを常時維持できるので逆恨みや奮闘と相性がいいです。豪快は早替えの書を赤にしてやると防御力と引き換えに攻撃力がなんと35も上がります。なので防御のケアさえできていれば非常に強力です。鬼火まといは怒り時で鬼火をまとえるんですが、強化能刀などのかきり虫の技で鬼火を設置してやると確定でダウンが取れます。基本的には1回しか狙えないようですが、その後ダウン時に小樽新民を放てることを考慮すると強力ですよね。まああとは第5弾で注目度がさらに高まっているのが恐竜章です。自傷ダメージや克服時の回心率アップももちろん魅力的ですが、竜気活性や鬼火まといなどと同様に彩花転覆と相性がいいからです。またもし竜気活性を採用しないんであれば血気覚醒を組み込むといいでしょう。血気や豪血やられ時にダメージを与えて回復した量に応じて攻撃力と属性値が上がります。上昇は2段階に分かれており、体力が50回復した時に1段階目の上昇が起きて、150回復した時に2段階目の上昇が起きます。効果の継続時間は血気覚醒の強化の段階に変更が生じてから30秒間です。ただ2段階目に到達したからといってまた150回復しても効果時間が上書きされるわけではありません、つまり常に血気覚醒を維持するのは不可能だということですね。そしてスキルのレベルによって変わるのは上昇する攻撃力と属性値のみです。それぞれ画面のようになっていて、血気覚醒レベル3だとすると1段階目に到達すると物理属性ともに15アップして、2段階目に到達すると物理が40、属性がプラス30されます。竜気活性は、装備にもよりますが、攻撃力の上昇量が55ぐらいなので、それと比べると、血気覚醒は若干劣りますよね。また、竜気活性は、プレイスキル次第では常に維持することが可能ですが、血気覚醒は使用上常時発動できません。なので、竜気活性が苦手な方や使いたくない方、あるいは属性特化型で血気覚醒はおすすめできます。次は、お守りについてです。いいお守りがあれば強力な装備を組めます。お守りはマカレンキンで入手可能で、天妻ガツチ討伐で解放される怪異マカレンキンはどちらも非常に素晴らしいです。まるでチーターが作ったような神お守りが簡単に配置されるようになりました。基本的に全ての方にお勧めできる錬金術です。その中でも体験にとって相性がいいお守りが竜気活性4、蓄積時攻撃強化3、豪害3、あるいは攻撃3や見切り3が第一スキルにあるお守りです。スロット巻きやすくなっているので第2スキルに主要スキルが1つあって、2スロット以上が2つぐらいあると強力です。円環では竜気活性や攻撃見切りは指定できるので、まずは円環から回していくといいでしょう。ただし蓄積強化や豪害表記錬成強化などは覇気でしか出ないので、お守りが揃ってきたら覇気を回しまくるといいです。お守りの配出の仕組みについて気になる方はこちらの動画をご覧ください。次は怪異錬成についてです。実は抽選可能なスキルってゲーム内で確認可能なので、ぜひ一度見てみるといいです。レア度が低い防具ほどコストが高いので優秀なスキルやスロットをたくさんつけれます。表は体験において使えそうなスキルの抜粋で、下に行けば行くほどコストが高いので付与されにくいです。なので赤字のスキルが1つ増える、あるいは2スロ以上のスロットが1つ増えればひとまずは妥協していいでしょう。その程度であればそこまで確率は低くないので、ぜひ狙ってみてください。また怪異錬成は知らなきゃ損するコツがあるので、気になる方はこちらの動画をご覧ください。最後のアップデートでスロット特化錬成ってやつも追加されたんですが、あんまりいい仕様じゃないのでかなり使い道は限定されます。スロット特化は琥珀の消費量が多く、スキルや防御を失う割にスロットが何個か確定で付与されるっていうだけなので、デメリットが多い割にあんまりリターンがないんですよね。なので通常錬成で理論値を狙いに行くか、スキルを削っていいならスキル特化でいいです。いよいよ装備の紹介をしていくんですが、その前に大事なお話があります。今から提案する装備はお守りや怪異錬成にも依存するので、皆さんが全ての構成をすぐに真似できるとは限りません。また最後のアップデートのまとめ動画ってこともあって、錬成の難易度もかなり高めになっています。だからこそ優先じゃないスキルも紹介するので、まずは無理のない範囲で真似してみてください。それらのスキルを外しても十分強力な装備になるっていうところまで考えて提案しているので、ご安心ください。それでは早速参りましょう。まず1つ目は抜刀ハイブリッド体験です。こちらはマスターランク10以上であれば誰でも作れます。
まあ、ただし攻撃や見切り2の装飾品の入手には怪盗級レベル241以上の開国バルクやシャガルを狩る必要があります。入れ替え技の赤はタメギリ連携があれば OK です。原則チャンス時以外は抜刀タメギリしか使いません。武器はルナルガです。鉄柱主義はダウン時の小樽新タメぐらいしか使わないですからね。まあ、上からスライドをしていくので装飾品とか怪連星に注目して見てみてください。お守りは見切り3攻撃1空きスロット2が3つです。円環で見切りを指定すればゲット可能です。最も空いたスキル枠を防御で埋めているのでここまでのお守りは必要ではありません。この構成の魅力はまず非常に簡単に作れるということですね。そして抜刀術技で抜刀後3秒間はどこを切っても超回心が 100%、 また抜刀攻撃以外でも弱点部位を攻撃すれば超回心が 90% になるっていうことです。そのため弱点を意識せずとも抜刀斬り強化ノートを繰り返しているだけでダメージを与えれますし、チャンス時は小樽新ためで大ダメージを与えれます。また30秒間ダメージを受けない時間を継続すると定位無法が発動してより快適になります。体験の扱いが慣れてない初心者の方で快適に狩りをしたい方におすすめです。もしこのスキルを再現できないんであれば攻めの姿勢か駆けりみ使いを削りましょう。この装備では一矢加瀬の構えはそこまで多用しないはずです。まあ、もし追加でスキルを付与するんだったら挑戦者のようなスキルを積んで火力を上げるのがおすすめです。二つ目はルギリエッジ落下付き体験です。唯一の属性特化構成で体験の常識が当てはまりません。扱いは簡単ですがハンティングエッジからの落下付きは非常に強力で一矢加勢スタイルの次ぐらいに火力が出ます。またルギリも第5弾アップデートで平均 1.5 倍くらい強力になりましたので注目を浴びています。入れ替え技は強化奮闘なので青を使います。ルギリ、ハンティングエッジ、そして原則抜刀状態なのでバックスライドを採用しています。また百竜装飾品は3スロ枠の属通粒子を使いましょう。属性肉質25以上でなんと属性ダメージが 1.15 倍になります。武器やモンスターの属性肉質によって変えましょう。今回は一例として原初メルゼラの体験を紹介します。他の属性体験はこちらの動画で紹介しています。それでは上からスライドをしていくので装飾品とか怪異連星に注目して見てみてください。お守りは強化1、号外2、空きスロット2-2-1です。もちろん強化2があればベターですが非常にレアなお守りです。この構成の魅力は原則どこを切っても回心 100% になるのでルギリやハンティングエッジ落下付きで攻撃しまくっていれば倒せてしまうことです。なのであんまりモンスターのモーションを把握していなくても戦えちゃいます。ダメージは属性肉質に左右されるので属性肉質25以上の部位を狙うようにしましょう。まあ、属性ダメージの割合は約 60% なので物理系のスキルより属性系のスキルを優先した方がいいです。まあ、このスタイルのミソはいかに強化で赤ゲージを体力の 60% 以上で維持できるかにかかっているのでお団子超回復とか活性剤こんがり魚を使うのを忘れないようにしましょう。まあ、もしこのスキルを再現できないんであれば、まあ、会心劇とか妨害は削ってもらって OK です。もし追加でスキルを付与するんだったら達人芸を入れるといいです。まあ切れ味も40あるんで、まあ、ルギリやエッジでも案外持つんですけどね。3つ目は回復体験です。入れ替え技は何でも OK です。武器はルナルガです。初心者向けなので一矢加勢みたいな鉄柱主義はあんまり使わないことを想定してるからです。上からスライドをしていくので装飾品とか連星に注目して見てみてください。お守りは蓄積強化3、空きスロ3-11です。覇気じゃないと出ません。ただ第2スキルは死にスキルなのでお守り次第ではもっと強力な装備にできます。ただ回復体験とは言っても鉄柱主義を連発したい人は余す体験の方がいいです。この構成の魅力はクシャルの広角の恩恵や回復速度血気スキルなので体力がガンガン回復していくことです。さらにお団子防御術大とか医療術大の団子を食べて安全性能を高めるといいでしょう。弱点特攻発動で超回心 70% です。ファイトの猫を連れていきましょう。回復体験といっても号外スキルとか血気覚醒もあるので火力もかなり高いです。なのでとりあえずクエストをクリアするだけならこちらの体験を使っておけば大丈夫です。また入れ替え技は月光山でも新ため切りでも混合ため切りでも一矢加勢の構えでも何でも OK です。でもしこのスキルを再現できないんであれば号外、まあ、あるいは一矢加勢の構えを対応しないんであれば攻めの姿勢とか駆け虫使いを削ってもらうといいです。まあ、改造のポイントとしては、まあ、もう少し火力を削ってもいいので回復性能を高めたいんであれば
号外とかを削ってもらって血気を足したりとか体力回復量アップを積むといいと思います。4つ目は皆さんが大好きな汎用体験です。入れ替え技は何でも OK です。こっからは中級者向けなので鉄柱主義を多用する天津体験を採用します。まあ、ただ後ほどルナルガバージョンの汎用体験も紹介しますのでご安心ください。まあ、上からスライドをしていくので、まあ、錬成とか装飾品に注目して見てみてください。ただちょっと錬成に関してはラビナコイル、これちょっと錬成の難易度高いですよね。お守りは攻撃3、納刀2、アキスロ2が3つです。円環でゲットできます。まあ、この構成の魅力は体験として重要なスキルは全て盛り込んでることですね。その汎用性の高さからどんな立場にも対応ができます。特にこだわりがない方はこの装備でずっと遊んでいても OK です。まあ、汎用構成なので隆起覚醒はないんですが、まあ、血気覚醒によってノーリスクで効果力が出せます。まあ、弱点特攻と挑戦者発動で会心率 85% です。ファイトアイルを活用して会心率を 100% で維持したいですね。まあ、もしこのスキルを再現できないんであれば挑戦者を削ってもらったり、まあ、あるいは一死火星を使わないんであれば攻めの姿勢とか駆けりみ使いを削るといいと思います。まあ、さらにスキルを盛るんであれば、まあ、気絶耐性を付与して利便性を上げてあげるといいでしょう。まあ、気絶耐性をねどうしてもつけたいんであれば、まあ、挑戦者の4スロを落としてもらっても構いません。次はルナルガバージョンの汎用体験です。実はお守り以外は装備も錬成も全て同じになっています。お守りは蓄積強化3、アキスロ 2-2 です。破棄じゃないと出ません。まあ、こちらも第2スキルが死にスキルなのでお守り次第ではもっと強力な装備になります。スキルの差分としては武器にマイナス回心がないので見切りを3つ減らせたことです。お守りによってはスキルが余ってくるので鬼火まといなどを付与するといいでしょう。まあ、ただし最終的なダメージは鉄柱主義を多用するんであれば天津バージョンの方が高くなるのでその点は注意ですね。ここからが上級者向けです。ある程度体力管理ができるハンターで一死火星の構えを多用することを想定しています。故に武器は全て天津体験になります。また一死火星の構えで基本いなすことを想定しているのでガード強化も必ず積んでいます。また錬成難易度もこっからグッと上がります。5つ目は隆起号外体験です。入れ替え技は一死火星の構えを活用したカウンター型を想定しています。上からスライドをしていくので装飾品とか回錬成に注目して見てみてください。どの錬成も難易度かなり高いですよね。お守りは隆起覚醒4、駆け弓使い3、アキスロ 3-2 です。円環でゲット可能です。この構成の魅力はやはり隆起覚醒でしょう。計算式 B に該当する 1.1 倍増弾は非常に強力です。強力な怪異モンスターは一死火星で防いでもかなりダメージを食らうので、モーションをよく理解していれば 80% 体力を維持するのはそう難しくはありません。弱点特攻時の超怪心は渾身運用で 70% なので、ファイトの猫を連れていきましょう。まあ、隆起覚醒の体力維持のために恐竜章も活用しており、それゆえに支柱に勝つや最下転覆が発動しやすくなっています。リスキーなスキルも多めですが短時間で枯れるハンターにおすすめです。もしこの構成を再現できないんであれば最下転覆を削るといいでしょう。まあ、さらに強化したいんであれば、まあ、鬼火まといなどが候補に上がってきます。6つ目は隆起伏魔体験です。この装備は天津の錬成を全て攻撃に振っています。ちなみにこちらはひなられ杯ファイナルの私が使った装備とかなり似ています。入り替え技はもちろん一死火星の構えがあるカウンター型です。上からスライドをしていくので装飾品や錬成に注目して見てみてください。お守りは隆起覚醒4、駆けりむ使い3、アキスロ 3-2-1 です。円環でゲット可能です。この構成の魅力は伏魔共鳴で体力を 80% 以下で維持しやすいのでさらに効果力が期待できることです。まあ、ついには伏魔共鳴と相性がいい逆恨みもレベルマックスで積んでるので常に攻撃力が25アップします。武器のマイナス回心はさらに 5% 低いんですが伏魔共鳴と奮闘のコンボで回心率は 70% でキープできるようになっています。なのでファイトのアイルを活用しましょう。また被弾もほぼしないことを想定しているので気絶耐性はありません。さらに今回は鬼火まといも採用しているので隆起覚醒を維持していても最下転覆を発動させることが可能です。そしてこの構成を再現できないんであればこのようなリスキーな体験は担がなくていいです。でもっと火力を積みたいんであれば週2活を採用するといいと思います。いよいよ最後7つ目は強化型の火事場の体験です。もうフリースタイルのタイムアタックにチャレンジしてみたい熟練者向けの構成ですね。入れ替え技はもちろん一死火星の構えがあるカウンター型です。錬成難易度もかなり高いので覚悟してみてください。それでは上からスライドをしていきますので装飾品とか
回錬成に注目して見てみてください。お守りは龍気活性4、角井ムスカイ3、アキスロ3の2です。円環でゲット可能です。この構成の魅力は、体力 35% 以下で発動するカジバスキルによる最強の火力です。その火力、他の構成とは比較になりません。工夫した点としては、見切りが5つあるので、恐竜症の克服をしていれば、渾身が発動していなくても、弱点特攻時、ファイトの猫の強化方向で回心率を 100% まで持っていけることです。また、号外もマックスで、最下転覆まであるので、いよいよインフレがとんでもないことになってきましたよね。強化に関しては、冒頭の体力調整に使います。こちらの動画が参考になると思います。使用用途はタイムアタックなので熟練者向きですが、一度遊びで使ってみて、その火力の高さを体感してみるのもいいと思います。それでは最後にこれまで紹介してきた体験の火力比較表も貼っておきます。ダメージはファイト猫の強化方向で回心率が 100% になった際の平均ダメージです。龍切りハンティングエッジ、落下付き体験だけは記載していません。戦闘スタイルが圧倒的に異なり、一子火星新ためは使わないので一概に比較はできません。キーポイントを押さえておきましょう。1と3を比較するとわかるんですが、妨害の有無と血気覚醒の有無では攻撃力に70も差が出るので、最終的なダメージにして 10% も変わってくるっていうことですね。防御面にリスクが生じますが、腕に自信がある方は積極的に妨害を採用するといいでしょう。次に4と4ダッシュの汎用体験で、アマツと蓄積ルナルガ体験の比較ができますよね。同じ火力スキルにもかかわらず、最終的なダメージにして約 7% もアマツ体験が上回ってくるっていうことです。これは号外の有無以上の差があるってことなので、なんと攻撃力にして40くらいの差が出るっていうことです。なので、鉄柱主義を多用するんであれば、アマツ体験を担ぐようにしましょう。5と6の比較に関しては、福間共鳴 VS 号外です。ダメージに関しては大きく差がありませんが、自傷ダメージのロジックがある福間共鳴の方が龍気活性を維持しやすいので、与えるダメージは大きくなってくると思います。また福間共鳴の構成は、中に活を捨てて鬼火まといを採用しているので、キュリア3つの場合だと、福間共鳴型の方がポテンシャルは高いと思います。最後7番のカジバは圧倒的ですね。カジバは計算式で言うと B に当たり、龍気活性も B ですから、互いの乗算でさらに火力が高くなったというわけです。故にフリースタイルのタイムアタックではカジバの採用は非常に重要です。あと最後におまけで状態異常確定蓄積によって蓄積時攻撃強化が発動する体験も貼っていますが、仮に 100% 蓄積時攻撃強化が発動していても、龍気活性構成と火力はほぼ変わらないので、当チャンネルとしては実用性の装備っていうよりかは使っていて楽しいエンタメ装備だと考えています。早く狩るだけが全てではないですからね。これらの結果を踏まえると、弱点に攻撃を当てるのが難しい初心者は、抜刀スタイルとか回復体験。そして表にはありませんが、属性肉質によっては、龍切りとエッジ、落下付き体験。そして中級者は汎用体験。で、上級者は少しリスキーですが、龍気活性を採用した体験です。またタイムアタックに挑戦してみたい熟練者は、カジバの体験を使ってみるといいと思います。とはいえ、もちろんこれらの使い分けはあくまで一つの例です。目的やプレイスキルとはマッチしてないと攻撃性能が高い装備を選んでも使いこなせないので、自身の状況が変わってきたら、この火力比較表を参考に、次に使ってみる体験装備を選ぶといいと思います。それでは最後に、号外型の龍気活性体験で、原初メルゼラの実践をしますので、いよいよ大変なことになってきた体験の火力の凄さを楽しんでいただければと思います。今回は、強化個体の原初メルゼラとバチバチで殴り合ってるところを見てもらいたいので、お肉靴とか、眠りがすがえる、あとはお供の睡眠武器とかは持ってきていません。やればやるほど楽しくなってくる、ほんと神モンスターですね。まずは初手、かけり虫取って、強化ノート、で、ここホムラチを割ってやります。で、ここ割ってやらないと、腕で V 破壊できないんですよね。今回は、会心が発生せずに腕が割れませんでしたが、会心が発生して腕が割れていれば、ここで一子火星新ためがまた当てれます。回転突進の後はチャンス攻撃が多いですね。この翼突進を避けて、2発目の尻尾に対して一子火星新ためをぶつけてやります。今、腕が壊れましたね。で、また回転攻撃で、この2連パンチには1発目を取って一子火星新ためです。ただここ注意なのが、メルゼラと距離が近すぎたら、2連パンチの2撃目を被弾してしまうのと、もし遠すぎると逆にこっちの新タメギの1発目が当たらないので注意が必要です。
まあ、こいつは一定ダメージを与えてやると次の決起状態に移行するので、まあ、双竜とかを駆使して確定でダウンさせてやって大ダメージを与えてやります。こうかけり虫で降りて小樽爆弾を置けばギリギリ一子火星新ためが間に合います。龍騎活性に週2勝つ威力半端じゃないですね。そしてここ2段階目の決起覚醒がやってきました。ダメージが足りてたので1段階目の決起覚醒をスキップした形になります。まあ、うまく攻撃ができていれば1段階目の決起覚醒は見ないことが多いと思います。でこの攻撃画鏡が必要なんですよね。一子火星新ためぶつけてやります。で2段階決起状態でこの2連パンチの後は叩きつけか2連パンチでもう1回派生するのでここに一子火星新ためをぶつけてやります。決起がいい感じに活躍してますね。でもう十分ダメージ入ってると思ったので嘆くないで決起覚醒2段階目を確定ダウンで潰してちょっと時間が余るので大樽爆弾を置いて一子火星新ためです。ここで納刀して表記ゲージをマックスにしてから余裕を持って方向に対して一子火星新ためです。弱点にぶつけてやります。尻尾縦刺しの後は次攻撃が来るのが確定しているので回避で避けてこの2連パンチに一子火星新ためです。このちょうどいい距離感を使うのがポイントですね。そして最後の決起覚醒3段階目が来ましたね。一子火星新ためぶつけてやります。そしたらこの11連コンボに派生することがほとんどです。反対方向にいれば当たりません。余裕があるので早替えの書を月光山に変えてやって次のレーザーは強化ノートで避けてで次のテイルここ避けて次です。ここ月光山の一子火星構えで取って月光山で 1.5 倍バフもらって攻撃してで早替えの書を元に戻して最後のこの攻撃に一子火星新ダメ合わせてやります。そしたら最後後スキー大きいですね。ここにタックルタックル新ため切り合わせてこれでフィニッシュといきたいところですが若干体力が残ったようなのでタックルでフィニッシュです。はい、いかがだったでしょうか。サンブレイク最終アプデといういい節目なので簡単に今までの歩みを振り返りますね。私もなんだかんだでライズ発売日以来200本近く体験の動画を作ってきました。まあ、大体1個作ろうと思ったら平均8時間ぐらいかかるんで、まあ、動画作成だけでも1600時間ぐらいは使ったことになりますね。おまけに純粋なゲームのプレイ時間が2500時間くらいですから約4000時間くらいは体験と向き合ったことになります。その結果ライズを始めるまではチャンネル登録者も1000人未満でしたが気がつけば登録者は4万3000人を超え累計の動画の再生回数も1000万回を超えました。大変なこともたくさんありましたが今までやってこえたのは皆さんが応援してくれたおかげです。ただ今後はサンブレイク最終アップデートに伴い教育系の動画の需要は激減していくと思います。まあ、とはいえね今まで通り教育系の動画もちょこちょこアップしていきますがまた違ったジャンルで皆さんが関心を持てるような動画にも今後チャレンジしていこうと思うのでこれからもぜひ応援よろしくお願いします。それでは今回はこれで終わります。バイバーイ。